はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは、今国際協力で活躍されている方、昔国際協力で活躍されていた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画がもし面白いなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。早速なんですけど、広瀬さんの自己紹介いただいてもよろしいですか？はい、広瀬遥と申します。私は現在マレーシアのサンベイユニバーシティと呼ばれるところの2年生でやっております。で、アフリカの関わりでいうと、2019年19歳の時にガーナに1ヶ月間個人にインターンをしまして、そこからすごいアフリカにのめり込んで、今アフリカの情報雑誌プロッシュっていうのを制作しております。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。後ほどいろいろ深掘りできたらなと思ってますんで、はい、そもそもなんですけど、はい、広瀬さんが国際協力に興味を持ったきっかけって何かあったんですか？うん、そもそもは世界に興味を持ったきっかけっていうと、私小さい頃から海外の人と関わることが多くて、はい、それは自分の家にホームステイの受け入れとして海外の方がたくさん来てたんですよね。そうだったんですね。ちなみに出身はどちらなんですか？出身は埼玉。あ、埼玉なんですね。そっか、はい、じゃあ埼玉で結構ホームステイで海外の人たちを受け入れしていたというところなんですね。はい、ちなみにホームステイを受け入れるじゃないですか、はい、外国の方は何をしに日本に来られてるんですか？いろんな方いらっしゃって、日本語を勉強するって方もいらっしゃるんですけど、その他にも普通に日本の文化だったりっていうのを文化交流したいとか、日本が好きで来られる方もいらっしゃるの で、でその中でホームステイをしながら日本の文化を教えたりとか。あ、そうなんですね。はい、そういうことをしてましたね、小さい頃から。なるほど。じゃあ小さい頃からホームステイっていうところで海外の人たちのコミュニケーションがあって、はい、そこに楽しみを感じてたっていうようなイメージなんですかね。そうですね、結構自然と小さい頃、本当記憶のない頃からバングラディッシュ人に抱っこされてたりとか、そういう感じだったので、自然と世界に目を向けるようになったなっていうのはあります、ね。なるほど。じゃあ海外に興味を持ったきっかけはそこですよね。うん、そうですね。じゃあそこから国際協力っていうところに興味を持ったきっかけというのが何かあるんですか？はい、国際教育に興味を持ったのは高校生の頃で、それまで本当に楽しく国際交流みたいな感じでやってたんですけど、高校1年生の時にフランスに留学をしまして、長期留学で10ヶ月間だったんですけれども、そこで私初めてアフリカの方とお会いするんですけど、それまでメディアで見てたアフリカのイメージって貧困だったりとか貧しい怖いっていうイメージがフランスで覆されて、もっといろんな意味で世界を知らないといけないとか、ネガティブな部分だけじゃなくてポジティブな部分ももっと知りたいなって思ってから、自主的に大使館出向いたりとか。そうなんです。日本人でアフリカだったり世界に行った方々のお話を聞いて、自分にできることってなんだろうとか、少しでも高校生でも何かできることっていうのを探し始めたのは、国際教育っていうのに興味を持ったきっかけですね。なるほど、そういうことなんですね。ちょっといろいろ深掘りしていきたいなと思ってるんですけど、まず高校生の時にフランスに留学するわけですよね。10ヶ月なんでフランスに留学しようと思ったんですか？はい、それはいろんなホームステイの受け入れとかする団体の一環で留学がありまして、はい、あ、そうなんだ。そうなんですよ。なので先輩がたくさんいらっしゃったので、その中でお話を聞く中で、あ、自分も留学行ってみたいなっていう気持ちは中学生ぐらいの時から芽生えてたんですけど、なんでフランスかっていうと、いろんな国がある中で、2015年くらいだったんで、2015年の時ってパリで同時多発テロが起きて、あの時ね。そうなんです。結構それを中学生ながらに見てた時に、インタビューとかされるじゃないですか、でフランス人が思うことを話してたりとか、コメンテーターが話してるのを聞いて、実際本当はどうなんだろうってすごい気になったんですよ ね。確かに。メディアで話されてることって事実かもしれないですけど、その中で自分が本当に行ってみて話してみないとわからないこともあるだろうなと思って、フランス人がそのことに対してどう思ってるんだろうっていうのを気になって行ってみたいなって思って、はい、ありがとうございます。はい、で実際フランスに留学するわけじゃないですか、フランスに留学した目的としては、その時当時多発テロがフランスで起きていて、実際そういったところも含めて、フランス人はどういう風に考えてるのかみたいなところを、実際生の声を聞いていきたいっていうところで行かれたと思うんですけど、生の声聞けました？実際行ったところがパリではなかったんですよね。あ、そうなんですね。でそれは自分でここに行きたいっていうのを決められなかったので、ホスト先とのマッチングで決まったので、私はすごい田舎に行ったんですよ。そうなんだ。なのでパリの方の声っていうのはなかなか聞く機会っていうのが得られなくって、じゃあ田舎の人はどう考えてるんだろうと思って、全然パリから遠く離れた方の話を聞くと、当事者意識っていうのは持ってなかったんですよね。なるほどね。遠い場所で起きてることみたいな感じで思ってて、あ、国内
内でも物理的に場所が遠いとそこまで興味を持つ方っていうのがなかなかいないんだなっていうのと、意外とそこに対してどう思ってるのかって聞くと、すごい熱を持って話すって方よりかはそういうこともあったよねみたいな。でも私たちは別にムスリムの方を差別するわけではないし、起きたことは起きたこととして受け止めてるっていう印象はありました。あ、なるほど。実際じゃあ首都ではなかったものの、いろんな話が聞けたってことですよね。そうですね、なるほど。実際フランス留学から戻ってきました、でその後とかって何か国際協力に関連することってしたんですか？そうですね、アフリカの方とお会いする機会がフランスであったので、帰ってから自分の起こしたアクションとしては、東郷の大使館に行ったんですよね、日本の東郷大使館に行ったってこと？そうです。日本の東郷大使館に行ったの？ちょっといろいろ疑問あるんだけど、なぜ大使館に行ったの？それは私が住んでる市で交流をしましょうっていう会がありまして。なるほど。アフリカに興味持った私だったので、これは行かないとっていうので、そういうことね、行きまして、アフリカの中でも西アフリカがフランスの植民地だったってこともあって、フランス語圏である西アフリカ、トーゴだったりセネガルの方にフランスでもお会いしていたので、あ、これはご縁だなと思って行きました。なるほど、じゃあその時広瀬さんが埼玉に住んでましたよね、その埼玉でアフリカのイベントみたいなのがあった、でそこがたまたまトーゴだったってことですか？そうですね、トーゴの大使館に行こうみたいなプログラムだったんです。タンザニアとかケニアとか、ガーナとか、そういう主要な国だったら分かる気がするんだけど、トーゴってなかなか僕の中では珍しいなって思って知られてない国で、知らないを知るっていう意味でも私は興味あったので、全然知らない国だなと思って。なるほどですね。実際トーゴの大使館に行きました、どうでした？すっごい楽しくて。何が一番楽しかったですか？トーゴの大使館で仕事されてるトーゴ人の方と話する機会があって、その方すごい日本語ペラペラだったんですけど、私フランスに留学してたってこともあって、フランス語で少し話しかけたらすっごい喜んでくださって、そこからアフリカントークだったりとか、フランスに行ったことあったからその話だったりとかをして、とてつもなく盛り上がって。そうなんですよ。トーゴの民族衣装とかも着させてもらって、それもすごい貴重な体験でした。なるほどっすね、トーゴっていうところもそこで知れたと。そうですね、まあ、なかなか大使館行くことないもんね。じゃあフランス留学からアフリカの人たちとか海外の人たちとより近くなって、日本語だけではなくて他の言語を使ったコミュニケーションっていうところも積極的にできるようになったってことですかね？はい。なるほど。ちなみにフランス留学してる時って他の国にも行かれたりしました？したんですよ。フランスに行った時にホストファミリーがとても旅行が大好きな家族で、めっちゃいいじゃないですか。そうなんですよ。なのでクリスマスでクルーズでイタリアとか地中海の方に行ったりとか、あとは車で EU ってこともあって動きはできるのでベルギーに行ったり、学校の修学旅行でスペインに、これもホームステイで家に泊まってっていうのもあったり、結構いろんな国に行くことはできました。そうなんですね、じゃあ実際高校生の時で結構な国行かれてたと思うんですけど、どれぐらいの国行かれてたんですか？初めて行ったのが小学校5年生の時に韓国に一人でホームステイを2週間したんですけども、そこが始まって、中学校1年生の時にアメリカ、中学校2年生の時に市の中学校の代表としてニュージーランドに行きました。でその後にフランスっていう感じだったので、でフランスにいる間に6カ国ぐらい行かれてたんですかね、ベルギーとかイタリアとか。いや本当にそうですね、いろいろ行くことができて、なるほど、もう一点視点変えて聞いてみたいんですけど、フランス留学しましたよね、その10ヶ月間の間で最も印象に残ってる出来事とかってありますか？フランスに留学した時に、留学すると自分ってこういうこともできるんだとか、こんなことも自分の中でできたんだっていうような、自分と知らない一面がポジティブな方で私は見つかると思ってたんですけど、全く逆で、自分がこんなにもできないんだっていうネガティブな面をすごい知るようになって。それは同じ高校生の中でもっていうところですかね？そうですね、なかなか自分と向き合う時間っていうのが、中学校高校とかだと部活勉強とかで忙しくてなかなか皆さんないと思うんですけど、向こうに行くと結構時間もあるので、自分と向き合う時間っていうのがすごいできて、その時に自分ってこんなこともできないんだとか、そういうことがすごいあったんですけど、ホストファミリーにそれをすごいロマンチックな言い方で、月がすごい綺麗な木があって、その時にホストファザーに、月ってすごい輝いているけど、自分がこれから何がしたいかとか何ができないとか、いろいろ考えることはあるかもしれないし、そもそもフランス語全くできない状態で行ったので、それで自信をなくすってことも当然あるかもしれないけども、月を見ながらそうやってやっててもあなたは輝いてるってすごい言ってくれて、だからこそもっと頑張んなきゃいけないし、この10ヶ月間で得たことっていうのは絶対次に糧になるからっていうのをおっしゃってくれて、すごい自分が気分落ち込んでた
たんですけど、もっと頑張んなきゃなって勇気づけられた一言というか声がありまして、はい、ふとした夜のひとときだったんですけど、いや感動ですね、はい、それは嬉しいですね。なるほど、はい、そういった声かけもあって、はい、フランス留学を終えたというところですかね、はい、ここの動画では国際教育に興味を持ったきっかけから、はい、高校生何してたかっていう話だったんですけど、ちょっと次の動画では大学どういう選択をしたのかっていうところも含めてお話をお伺いしようかなって思っております。はい、はいはい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございます。